こんにちは。続きまして5、6年生のこちらの課題です。雪解けにというこちらの文章ですね。書いていきます。はい、ではね、ここからいきますね。はい、一マス分開けます。あ、そうそう、手本ね、先ほど書いたやつがありますので、こちらをちょっと隣に当てながらいきますね。はい、こうやって手本を置いとけば、あの行だとしてもずれたりしないはずなので、修正がね可能ですよね。だから必ずこうやって横に置くようにしてください。これね、未だに分からなくなっちゃう子いるんですけど、右利きの場合は右手で書きますから、左に置くんですよ。左に置いて、いらない部分を折ってすぐ近くに持ってくるってことです。そしたらね、視界にほらいつも入ってるじゃないですか。はい、で、まずはギュッと反り上がるような線と、次のこれをね、優しくから徐々に強くしてってグッと止めるような、この動き大事ですからね。そして横はあまり力入れすぎずスッと持ってきて、ここが大事です。ここにちょっと力入れといてスッと持ってくる。でその時にここふわーっと持ってきといて、ここに隙間を空けるように、少しちょっとだけこういう動きを入れてあげる。ここにクッとね。そしてこのラインに対して、こちらがすごく内側に向くようにしたいので、ここね大事ですよ。それから長さもよく見といてください。左の方がすごく長く見えますよね、こういう感じのライン。これをね作ってあげてください。そしてここ縦のラインで、ここよりも少し長いかなっていうぐらいで、で点を打ちます。点はあの縦に打ちすぎないように、ちょっと横に近いかなっていうぐらいですね。そうすることでこの中にうまくはまりますので、そしたらここです。ここもなんとなく横はふわーっと持ってくる方がいいです。ふわーっと持ってきてあげて、次短くていいんですが、キュッと強くキュッとこちら内側に入ります。で真ん中の線は少し短くなるような、こっちね、こういうラインが来ると綺麗なので、下の方を長く出したいなと思ってください。こちらもこちらも真ん中がへこんでるような、こういう状態ですね。これがいいです。はい、雪解けとですね、とね、こっちちょっと短くしておいて、点点 K は徐々に強くしていきながら、また優しくから強くなって、頭をしっかり出しておいて、スーッと抜くように、2ですね、吹き抜けに、あ、入ってるかな、大丈夫かな。春の山里、春という字はね伸びやかに行きたいんですが、横はギュッとこう初め反り上がる線、真ん中こう漢数字の3と一緒ですね、まっすぐな線でも、これ短すぎないでください。1本目と同じぐらいあっていいですよ。で3本目はこういうふうに少しギューッと上がっていきたいので、下から行くようにします。で真ん中ですが、すぐに左へ行くような感じです。左左行ってきて、こちらはストーンと降りてくるような感じで右に抜けますよね。でここ横はこう少しにしておいて、こことここ長さの関係が、右の方がちょっと長くなるようにこちらをね下げておきましょう。そしてトントンの山里、
真ん中からスッと来たら左からこう打ち込むような感じにしておいて、ここをグッと少し反るような感じにして、ここの部分ね、そうするとうまくいくかなと思います。ここもねしっかり出しましょう。最後はい、砂糖です。砂糖って頭すごく大きいようなイメージです。トントンってやっておいて、縦のラインをあまり長くしすぎないこと、ここ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 って同じように開きたいので、ここね、はい、次に行きますね。微笑み、こうこれね毎回折るのをちょっと面倒くさがらないようにねやった方がいいですよ。絶対ずれちゃうので、途中でほらずれると消したりするの嫌だしね、汚くなっちゃうし、そして微笑みですね。掘ってここの部分がすごく開くの分かりますよね。そう、ここをね結構ちゃんと開けたくて、だからこう下からこうすくい上げてくるような感じね、この2本目のこの線はね。もう一度いきますよ。こうふわっとしたら下からすくい上げてきて、この状態です。こうしてここ、この自然なここからのここの動きっていうのがね、でこの状態です。少しこう空いてるぐらいが綺麗だと思いますので、絵ですね。み、微笑み、このぐらいの字の字数だとね、結構もうこのぐらい丸い鉛筆でいいですね。あまり細いと見栄えがやっぱり良くないので、ちょっと太めの丸くなった鉛筆をね使ってください。花です。花、横縦縦っていきますよね。こういう状態でこちらからギューッと上がって、こうです。花の頼り、キュッとこういうとこキュッと上がって、でここはスッと、縦はちょっと太く強くなるような感じの方がいいですね。ストーンと下ろして横、頼りもリー、しなやかな感じ、流れるようなしなやかな感じ出せるようになるといいですね。この行になって、5年生慣れてきたところだと思います。少しね次の字に移るとき柔らかさを出すように心がけてください。一文字一文字でブツッブツッって切れてるのが、今まで多分切って書いてたと思うんですけど、徐々にねそれが、滑らかになってくるといいですね。素敵な字になります。すぐそこです。こう来たらこうしなってますよね。こういうしなり大事にしながらトントン、こうに来たら次がグに行くんだよっていう、この最後スーってやった後こうそのまんま本来行けるといいですね。そう、こう、です。はい。じゃあ、5年生にしときましょうか。小学。
こんな感じですね。はい、今月も頑張りましょう。